サンメディカルで訪問介護をしています舘沢です。よろしくお願いします。今日のお悩み相談は、未経験から資格を取って始めて3ヶ月お仕事してますと、介護の仕事ですね。で、まあ、おむつ交換皆さんどれぐらいかかってますかとかっていう話ですかね。はい、まあ、ベテランの方とかだとすごい汚染とか、まあ、ちょっとこうね汚れが多かったりとかしてもこうスムーズにやってるけども、まあ、私はまだまだなので、ちょっと平均的な作業時間ってどれぐらいなんですかっていうところのご質問でしたね。これはもう本当に技量の問題になってくるので、早い人は本当に早いですし、何年経ってもすごい時間かかる人はすごい時間かかります。はい、そうですね。なので、まあ、ちょっと平均的なお話ですると、まあ、ちょっと私はヘルパーなので在宅だと、なんていうんですかね、施設と違って物品が同じ場所に全部あるっていうのがあまりないんですね。施設だと多分、例えばなんかこうワゴンだったりとか、そのお部屋に物品があって、すぐにこう準備できる状況が結構多いんじゃないかなとは思うんですけど、在宅だと結構お部屋にこれとこれはあるけど、例えばお部屋にそのおむつとかパッドとか、まあゴミ箱はあるけども、例えば飲栓するボトルとかタオルとかは洗面所にありますよとか、お風呂場にありますよとかってこう場所が違かったりするんです。なので、そのおむつ交換する場所によってその準備するそのものの時間っていうのは多分皆さんバラバラだと思うんですけど、大体でもこれとこれとこれを揃えればいいっていうのが分かっていれば5分以内には終わると思います。その場所によってでもですけど、でおむつ交換自体は多分汚染も全くなく、まあ、排尿だけとかだともう本当に全部ひっくるめると10分もかからないと思いますし、例えば排便とか出てくると、そうですね、10分15分かかる場合もあるかなとは思います。ただそれによっても排尿も排便もそうですけど、その出てる量にもよると思うんですよね。汚染がなくてもすごい量が多かったりとかすると、やっぱり拭き取ったり洗ったりっていう作業に時間かかることもありますし、あとは例えば皮膚状態とか見てて、その軟膏を塗らなきゃいけないとか、まあそういう指示があって毎回塗らなきゃいけないとなると、全然汚染がなくても軟膏塗るだけで少し時間を要したりっていうこともありますので、大体平均的には汚染、こう、なんていうんですかね、シーツとかそういうのに汚染がない場合は、だって10分から15分ぐらいでは平均的には終わるかなとは思います。あとは汚染があって、本当に衣類も変えなきゃいけない、防水シーツも変えなきゃいけない、シーツも全部タオルケットも、でもシンクもってなってくると、多分トータルで準備してから変えるまでは、ベテランさんでも多分30分かかるときはあると思います。でもそれは状況によると思います。汚染具合によると思います。なので、30分のケア、ヘルパーだと30分のケアで、例えばおむつ交換だけってなったとしても、通常であれば15分ぐらいで終わって片付けて、記録までして30分以内に終わるんですけど、汚染がすごいあったりすると、もう本当に全部片付けるんで25分ぐらい使うときもあります。はい。私でも、もう全部変えるってなると、それを一人でやらなきゃいけないので、なので、もう、そうですね。多分20分、25分はベテランさんでもかかるんじゃないかなと思います。ただ、多分ベテランさんと初心者というか、まあ、新人さんの違いとしてみると、その汚染してても、さらに汚染を広げないやり方というんですかね。例えば汚染してるところが一部分だけそこだったら、結構新人さんの方だと、取り替えてる間に違うところも汚してしまうっていうことが多くて、どんどんこう汚染が広がっちゃってどうしようパニックみたいなのが多いんですけど、ベテランさんは逆にこうそこが汚染してるって分かってると、もうそこを最小限に留めるためにこう綺麗にやるやり方をしているのは、多分そこの違いもあるのかなと思う。その手順のスムーズさというか時間のかかり方っていうのが、なのでちょっとこうまあ3ヶ月ぐらいっていう話でしたけど、まあ、3ヶ月ぐらいだとやっと本当に普通におむつ交換ができるようになってきてるくらいな感じだと思います。初心者から始めてだと。なので、まあ、いろんなパターンがあると思うんですけども、ベテランの方について逆にこう、こういう時はこういう処理の仕方をする、こういう丸め方をした方がいいよとか、片付け方した方がいいよとか、まあ、こういうパターンの時は、まずはこっちじゃなくて、これとこれを準備してからこっちに手をつけた方がいいよとか、多分いろんなアドバイスが
あると思いますので、そこに関してはちょっとこう学ぶというか教えてもらうっていうのが一番早いと思いますし、実際に一緒に行く時間があるのであれば経験させてもらって現場で指導してもらうのが早いと思います、はい、なのであんまり気にしなくてもいいかなと思います。その時間とかかかってる時間、かかってる時はかかるので、はい、私でもかかる時はかかりますので結構早い方だと思うんですけど、うん、かかる時はかかりますから、うん、まあ、時間というよりかはどれだけこう負担をかけずにきれいにきちんとケアをしてくるかっていう方の方が大事なので、あの時間というよりかは、うん、そっちを気にした方がいいかなと思います、はい。